汚染水って彼らは汚染水と言わないんです。なんて言うと思いますか。処理水って言ってるんですけど、アルプスで処理をしてるから大丈夫だ。とんでもないです。放射能まみれの汚染水、放射能汚染水なんですね。これを漁師さんたちが受け入れられると思いますか。特に私、漁師さんから直接伺ったことがあるんですけれど、自分たちはもういいと、60、70になって、だけど息子たちがやっとこの漁師をやっていこうという希望が出始めた時に汚染水を海に流して、若者たちは絶対に救われないですね。本当に漁業者が反対しているのは、魚に実害が及んで回り回って人間に実害を及ぶから反対してるんですからね。やっぱりそれを無視して政府がやろうとしてます。確かにやろうとしてますよ。でも最後は漁業者は最後まで反対します。これは明らかに危険だから。実際のところ今東電の中でまきって、これを汚染水流すことによって危険というのが分かってる。だから、東京、福井市の中で今研究棟というところで、これこの湾内で釣った魚を調べる施設があるんですよ。ということははっきり言って、安全かどうか分かってない状態だからそういうことをやるんであって、自分たちでも安全と分かんないことは絶対やってはいけないと。 100% 安全でなければこういう汚染水は海に流しちゃいけないと。国际社会有很多声音质疑，如果核污染水真的像日方说的那样安全无害，那么为什么日方不直接向国内的湖泊排放？为什么还要执意修建并急于启动排海隧道？对此，日本自己的专家委员会给出的答案很明确：排海最省钱，对日本自己的污染风险最小。这种为了自己省钱却让全世界买单的做法，是极端自私和不负责任的行为。海洋是全世界的公共财产，不是日本的下水道。关于福岛核污染水处置问题，日方并非别无选择，但日本政府在没有充分论证其他处置方案的情况下，单方面决定将核污染水向海洋一排了之，这种为了本国私利损害全人类共同利益的做法，说服不了国内外民众，只会让日本蒙羞，让周边国家及太平洋岛国的民众受害，让日本进一步失信于国际社会。